ドラフト4位でタイガースに入団、2度のリーグ優勝に貢献、その後代打の神様として活躍、代打通算158安打は球団単独1位の記録を持つ阪神一筋22年阪神タイガース OB、桐山俊次郎。お二人の対戦成績は65打数18安打で打率2割7分7厘、1本塁打5打点です。ちなみに桐山さんのプロ初打点は1992年5月30日斉藤さんからでした。それではそろそろお二人準備はよろしいでしょうか。それでは伝統の一戦 OB 対決、プレイボール。ボール桐山。この一打にかけろ、気合いで振り抜けろ、誰も前を止められない、桐山よ突っ走れ、カットを出せ桐山。この一打にかけろ、気合いで振り抜けろ、誰も前を止められない、桐山よ突っ走れ、カットを出せ桐山。この一打にかけろ、と言います。まずは斉藤雅樹さん、勝負を終えて心境はいかがですか。はい、この素晴らしい甲子園球場でまた投げれると思ってなかったので、今日は歓迎してます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして対戦した桐山さん、いかがでしょうか。はい、やっぱり甲子園ってちょっと聖地ですね。緊張感ありますね。やっぱりこれもやっぱり皆さんがだけね、球場に駆けつけてくださったおかげだと思います。斉藤さんとの対決は僕デビュー戦、甲子園のデビュー戦で1打席目、最初は三振で終わってますけども、はい、でもいいよってなって、そこからこうプロ野球人生20年間でいたんで本当に幸せ。はい、ありがとうございます。甲子園球場を沸かせる熱い勝負、ありがとうございました。皆さん、斉藤さん、そして桐山さんに今一度大きな拍手をお送りください。以上、伝統の一戦 OB 1打席対決でした。